このレッスンではアドバンスドカスタムフィールド略して ACF のリレーショナルフィールドのご紹介とその種類について解説していきますリレーショナルフィールドというのはカスタムフィールドを利用してその投稿に関連する情報やデータを紐付づけることができるカスタムフィールドの種類になっていますそのリレーショナルフィールドですが5つの種類があります1つ目はページリンク 二つ目は投稿オブジェクト。三つ目は関連。そして四つ目はタクソノミ。そして最後にユーザーとなります。今回はこのリレーショナルフィールドの種類のご紹介をしていきたいと思います。今回は解説のためにこのようにすべてのリレーショナルフィールドの種類を格納したフィールドグループリレーショナルフィールドというものを作成しています。ではこれらが どのように投稿画面で共有されてくるのかを見てみたいと思います。それではこちらの投稿ボタンをクリックします。そして適当に投稿をクリックします。そうするとこのように投稿の入力画面が出てきますので下の方を見ていきます。はいこちらの部分ですね。こちらの部分が先ほど試しに作成してみたリレーションナルフィールドのフィールドグループとなっています。 それでは順番に見ていきましょう。それではまずこちらのページリンク。このページリンクは、この投稿にひもづいたページのリンクを設定することが可能になっています。こちらの選択ボックスでは、すでに投稿されているページやメディア、要するにファイルですね。それを選択することができるようになっています。このように、例えばカピバラを選択したとするとこちらの投稿に このカビバラのページリンクを紐づけることができるようになっています。それでは次にこちらの投稿オブジェクトを見てみましょう。こちらも先ほどのページリンクと同様にセレクトボックスがあってそちらの中からこのようにすでに投稿されているページやメディアを選択することができるようになっていますね。先ほどのページリンクと違うのは先ほどのページリンクがページの URL を紐づけるのに対して こちらの投稿オブジェクトはこちらで選択されたページに関わる情報をすべてこの投稿に対して紐付けることができるようになっている点です。こちらのページリンクもこちらの投稿オブジェクトもどちらも一つの投稿に対して一つのページリンクや投稿オブジェクトという形になっています。では次にこちらの関連を見てみましょう。こちらの関連は先ほどの投稿オブジェクト と似ていますが違いは複数の項目を選択することができるようになっているという点ですこちらの左側にはこのように常に投稿されているメディアや投稿ページなどが表示されてきますのでこちらの投稿に紐付けたいページやファイルを選択していきます例えばこのようにクリックしていくとこのように右側に選択したものが表示されてきますこのようにすることで こちらの投稿に対してこのエランドやキリン2つの投稿オブジェクトを紐付けることができるようになっているわけですちなみにこちらで選択したものはこのようにドラッグアンドドロップをすることで並び替えを行ったりすることも可能ですしこちらのマイナスボタンをクリックすることによってこのように選択を取り消すこともできるようになっていますでは次にこちらのタクソノミーを見てみますタクソノミーとは カテゴリーやタグのことを表します。このタクソノミーでは、こちらの投稿に対して、そういったカテゴリーやタグを紐付づけることができるようになっています。そして最後にこちらのユーザーです。こちらのユーザーは、このワードプレスに登録されている管理者や投稿者、編集者などを指定することができるようになっています。ここのセレクトボックスをクリックすることによって、このように。 この投稿に紐づけたいユーザー名が表示されていきますので、それをクリックして選ぶと、今回の場合、佐藤花子さんという人のデータがこの投稿に紐づくことになります。アドバンスドカスタムフィールドを利用せずに、ワードプレス標準のカスタムフィールドでこういった機能を実現しようとするとかなり大変な労力が必要となりますが、アドバンスドカスタムフィールドを使って、こういった形で一つの投稿に対して、 さまざまなデータを紐付けることができるようになっているわけです。以上でレッスンは終了です。今回はリレーショナルフィールドのご紹介とその種類について解説いたしました。